あ、もう準備はできたみたいですね。はい、それでは、お呼びしたいと思います。お辞儀でシェイプアップ主役の5人です。どうぞ。はい、座りましょう。はい、毎回ここで自己紹介してたんですけど、楽屋で平田あっちゃんから、あれやらなくていいじゃんっていう。まあカーテンコールのすぐ後だしっていうことでね。そうですね。はい、はい、どうでした今日は。DVD 撮影の日ですよね。そうなんですね。あはん、なんかね、やっぱり、うん、あの劇中はこう席って客席が暗くなるんですけど、レンズが光るのが見えるんですよ、平田ちゃんね。だけど、あ、今日は撮られるっちゃね、レンズいっぱいのカメラでって思ってやりました。なるほどね。キョロキョロしとるかもしれない、目が。噛んだら残っちゃうしね。噛んだ、そうそうそう、だけど大丈夫、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 大丈夫。今日はちょっと、固めじゃないですけど、芝居のことについて、はい、聞いていきたいんですけど、はい、まあ、みんなセリフってどこで大体覚えるのかな。覚え方とか何かあれば。アイちゃん、あ、レイ、うん、どうぞアイちゃんで。私はお風呂場ですね。台本持ち込んで。あ、なんか台本がヘニャヘニャになってる。濡れちゃって。あ、お風呂っていう人結構多いね。そうなんですよね、うん、結構お風呂です。レイナちゃん、はい。お話聞きましょう。ね、レイナはですね、はい、今回のお辞儀はもう稽古場で立ち稽古の時に覚えました。すげえ、動きがすごい優秀。すげえ、なんかセリフ覚え早いもんね、意外。いやいやって。なんか今回はそうです、なんかすんなり動きと一緒に覚えたら、うんうんうん、ダンスと同じ感覚って思ってやりました。なんかそうだね、それに動きながらだとすごく覚えやすいみたいな。そうですね、はい。さゆみちゃんは。さゆみは動くのが嫌いなんで。字で書いて覚えるタイプです。ノートにセリフを書く。はい、そうです。知的派って言うんですか。頭脳派。頭脳派。そうですね、はい、なるほどね、そんな感じです。はい、トキは私は稽古場。稽古場、はい、すごい。家ではやらない。家では、思い返します。思い返す。思い返す。え、うん、思い返しますよ。ぼんやりとね。はっきりと。はっきりと。なるほど。カメ、はい、さん、はい、やっときた。私は、時に身を委ねます。意味わかんないよ。漠然としてよくわかんないけど、適当。そう、覚えようとしたら逆に覚えられなくなっちゃう立ちな、の立場、タイプなんで、うん、時に身を委ねます。流れに身を任せるとか。あ、それやん、それ。でもダメな方向に行っちゃう場合もあるでしょ。で、それで失敗したらその部分を思い返すんですよ。同じタイプなんですね。はっきりとね。なるほどね。すいません。なんか今回の役は、はい、何ですか、自分と似てると思う。結構離れてると思う。この間なんか愛ちゃんが違うって言ってた。違う、うん、ね、どういうところがあったんですか。真面目ですね、かりんちゃんは。あ、なんかいつかも真面目。はい、どうぞ。いや、トッキーがやっと喋り出したんで。あトッキーな、はい、アイちゃん真面目じゃんって言った。アイちゃん真面目じゃないよ。いや、真面目や。真面目だよね。そう、真面目、真面目、うん、真面目みたいです。カニイコールアイちゃんや。嘘みたいです。でも自分ではちょっと違うと。でも違いますね、学ぶこともありますね。あ、はい、カニ、はい、その話についてなんですけど、アイちゃんがどこかな、楽屋かどっかでなんか靴紐かないかの押しながら、でもカリンって強いよねって言ったの。すごい。この言葉にすごい感動しちゃって、やばい、アイちゃんマジでカリンだわ。いや、かっこよかったです。あれ、偉い、偉い。なるほどね。レイナちゃんはなんかあります。レイナですか。うん、なんかその黒田レイナ、黒田用事だけしか違わないけど、レイナは
あの言葉の言い回しが違うだけで、まあ、俺とかいいよだけで、うん、性格はやっぱ似てると思うんですよね。似てる。なんかこう秋川さんっていう、 こう年寄りにはちゃんと優しくするじゃないですか、皆さん本当は。でも優しさの中にもトゲがあるっていう、なんかだけど、ね、もう早く行きますよみたいな、うん、でもこう本心じゃないみたいな、しょうがないな早くみたいな思ったけど、心の中ではよしよしっていう、あそういう。それはねらちゃんも本人もそうだね。れいなね、れいな優しいですよで電車でおばあちゃんに席譲った時にすごいなんか達成感というか、なんか言うやつか自分に酔ってるだけでしょそう、なんかよし今譲ったぞみたいな、親切私みたいな違う、わかるけどね、違うからでもそういう感じなので、なんかすごく前回も言いましたけど演じやすいですね、ぽいぽいね、はい、そう、さゆみちゃんはルルカ、さゆみはでもルルカちゃんすごい可愛い役なんで、さゆみもともと可愛いんでルルカちゃんって結構浮かれてるっていうイメージなんです、さゆみの中で。なんでさゆみ結構なんていうんですか、普段はおしとやかに、あの足とか入らないんで、はい、足とかいずれも閉じてるタイプなんで、そうですね、こうそういうあの浮かれモードはこうちょっと頑張って演じてますそうなんだ、そうだから今もうルルカちゃんの気分でいたんで、ちょっと股が開いちゃったんですけど道重さゆみに戻ったらちゃんとしまったんで、安心してください、リーダー。わかりました、はい、安心です。トキは何かありますか。トキは何だろう、ミカちゃんミカちゃんね、違うかな結構そのまんでもまんまっちゃまんまだよ、まんまかな、うん、まんまと思う。あ、でもこんなにしっかりしてないか。あー、しっかりしてないかも、しっかりはそうかも意外と本当に天然さん、本当天然、しなきゃいけないのかな違う、そんなことないよ、ほんと天然じゃないんですよ、天然だよ。まあ、前ね、うん、あの誕生日のサプライズをやったんですよ、みんなで、うん、やったんですよ。で、みんな拍手の演技してんだけど、うん、その時、ミカちゃん一人椎茸が腕にしてたリストバンドがなんか気になってるみたいで、ずっとこう、そうなの、え、見てなかったんですよ、芝居さん。えぇ、ほんとだよ、拍手の演技は何それ。だから途中からね、初耳、真剣に見られた途中から、あれ、これはなんか、そう、みんなあのすごいね、え、でももしさ、あれが演技じゃなかったらさ、太田さん怒りようわけやん、真剣に、うん、もうその時のサプライズがもう今まこの今のこの演じ方じゃもうできませんって言われて、本番立てませんって、立てませんって言って、レイナちはやれますって言ってっていう、そういうサプライズの中でだけ怒られよう最中なのに、そのしいたけさんのリストバンドが気になってたってこと。しいたけがこれ見たことない。さんがこれミカちゃんのリストバンドねって渡してきたの、そのタイミングで。そのタイミングで、そうだから一生懸命今つけなきゃと思って、だからさ途中からあ、まさか太田さんを今怒ってる知らなかったもんね。そう、まあ怒り方もめちゃくちゃだったしね、その理由ね。そうですね、うん、はい、ここであれちょっとカメさん、カメさん、カメさん、あれカメさん、ごめん、カメちゃん、太田さんと2人の仲じゃないしか大丈夫ですカメさんはどうですか。はい、ですね、私研修生なんで、あの研修生らしくやってます。え、だけでもまんまだよ、でもおバカキャラまんまだと思う。そうだよ、まんまだよ。いや、なんか、ほんと分かってますよね。その、台本の時に、すっごいやりやすい、そのなんか空気を読んでない感じのセリフがすっごく多くて、すごいやりやすいです。カメちゃんも、コメディエンヌというか、うん、コメディ女優としての才能は僕十分あると思いますね。ありがとうございます。ちょっと頑張ります。すいません、じゃあここであの共演者の方をちょっとお呼びして5人のこと聞いてみたいと思うんですが、はいはい、今日はこのお二人です、どうぞ。今熊優奈役のあかりちゃんと、ティーン役のかりんちゃんです。どうぞ座ってください。事前にアンケートをちょっとこのアフタートーク用に取って、はい、主役5人に何か聞きたいことをお願いしますっていう項目に、
凛ちゃんが、うん、読んでいい？なんで皆さんはめちゃくちゃ演技が上手いのですか？あら、これ嫌味じゃないよね。嫌味じゃないです、これ嫌味じゃないです。でも聞いてみたいよね。うますぎてなんかちょっとみたいな、うますぎて、あ、私もみんな見たいみたいな。なるほど。特に誰に、誰かに、この中で一人に聞いてみようか。一人ですか？一人ですか？ちーちー、亀井さんです。あの、本当に？本当？A の目は怖かったとかじゃなくて、
抱負とは一体。抱負じゃない。目標をこうしていきたいっていうものがあれば。はい、わかりました。はい、お願いします。あ、いいよ。じゃあ、私の自分的に私はマイナス思考だと思うんです。で、このりっちゃんっていうのは私の思考回路からするとあのすごいプラスな役なんですよ。で、私が足りないところをたくさん持ってるので、私はりんちゃんみたいになりたいなって思ってるので、このお辞儀を機会にりんちゃんみたいな人になれるように頑張ります。あかりは、この舞台を通してあの新人公演とかでも頑張れるように頑張ります。はい、じゃあ告知はあいちゃんの方から締めお願いします。はい、そうですね、はい、ラグビーまではまだ数日ありますが、本当にみんなね、怪我をしないように健康的なステージを皆さんにお届けできるように、そうですね、突っ走っていきたいと思いますので、皆さんまた遊びにいらしてください。本日はどうもありがとうございました。本日はどうもありがとうございました。